牧野富太郎から1957年1月18日は日本の植物学者。高知県高岡郡佐川町出身。日本の植物学の父と言われ多数の新種を発見し、命名もいた近代植物分類学の権威である。その研究成果は50万点もの標本や観察記録、そして牧野日本植物図鑑に代表される、 多数の著作として残っている。小学校中退でありながら理学博士の学位も得て、生まれた日は植物学の日に制定された。94歳で亡くなる直前まで、日本全国を回って膨大な数の植物標本を作成した。個人的に所蔵していた分だけでも40万枚に、及び命名植物は1500種類を数える。野生植物だけでなく、 野菜やカキなども含まれ、身近にある植物すべてが研究対象となっていたことが日本植物学の父と言われるゆえんである。1862年、土佐国佐川村の近隣から佐川の騎士屋と呼ばれた商家と酒造業を営む裕福な家に生まれた。幼少の頃から植物に興味を示していたと伝わる。元は聖太郎という名であったが3歳で父を 5歳で母を、6歳で、祖父を亡くした頃、富太郎に改名している。その後は祖母に育てられた。10歳より、土井見守るのを教える、寺小屋へ通い、11歳になると教皇である、名教官に入り住学者、伊藤蘭林に学んだ。当時同級生のほとんどは、氏族の子弟であり、その中に、後の、公安工学の父、広井さ村がいた。官学だけではなく、 福沢諭吉の世界国人河本みゆき民の機械観覧講義などを通じ西洋流の地理、天文、物理を学んだ。名教館は学生改革により校舎はそのままに佐川小学校となった。そこへ入学したものの2年で中退し、好きな植物採集に明け暮れる生活を送るようになる。小学校を中退した理由として、作り酒屋の後取りだったので、 小学校などで学業を収め、学問で身を立てることは全く考えていなかったからだと述べている。酒屋は祖母と番頭に任せ、気ままな生活を送っていた。15歳から佐川小学校の授業生すなわち臨時教員としておよそ2年間教鞭を取った。佐川で勉強するだけでは物足りなくなった富太郎は植物の採集、写生、 観察などの研究を続けながら、17歳になると、高知市販学校の教師、長沼小一郎を通じて、欧米の植物学に触れ、当時の著名な学者の知器も得るようになる。牧野は自助伝で、私の植物学の知識は長沼先生に追うところ、極めて大であると記している。そして、江戸時代の本蔵学者、小野蘭山の手による、本蔵儲め啓蒙に出会い。 本造学とりわけ植物学に傾倒する。自らを植物のせいだと感じ、日本中の植物を同書のようにまとめ上げる夢を抱き、それは自分にしかできない仕事だと確信するようになる。そして19歳の時、第二海内国官業博覧会見物と書籍や顕微鏡購入を目的に、万党の息子と会計係の二人を伴い初めて上京した。東京では、 博物局の田中義夫と、小野食堂の元を訪ね、最新の植物学の話を聞いたり、植物園を見学したりした。富太郎は本格的な植物学を志し、明治17年22歳の時に、再び上京する。そこで、東京帝国大学理学部植物学教室の矢田部、良吉教授を訪ね、同教室に出入りして、文献。 資料などの使用を許可され研究に没頭する。その時、富太郎は東アジア植物研究の第一人者であったロシアのマキシモビッチに標本と図を送っている。マキシモビッチからは図を絶賛する返事が届いており、富太郎は天性の描画力にも恵まれていた。やがて25歳で同教室の大久保サブロや田中信次郎。 ソメ徳五クらゴローラと共同で植物学雑誌を創刊。同雑誌には沢田小間次郎や白井幸太郎、三吉学らも参加している。2014年現在も刊行されており、日本で最も古く権威ある植物学誌となっている。同年、育ててくれた祖母が死去。26歳でかねてから構想していた日本植物史図編の刊行を自費で始めた。工場に出向いて、 印刷技術を学び、絵は自分で描いた。これは当時の日本には存在しなかった日本の植物史であり、今でいう植物図鑑の走りである。かねてより温賜のあったロシアの植物学者マキシモビッチからも高く評価された。この時期、マキノは東京と距離を往復しながら研究者の地位を確立していくが、研究費を湯水のごとく使ったこともあり、 実家の経営も傾いていった。1889年27歳で新種の植物を発見、植物学雑誌に発表し、日本で初めて新種のヤマトグサに学名をつけた。1890年28歳の時に東京の小岩で分類の困難なヤナギ植物の花の標本採集中に、 柳の傍らの水路で偶然に見慣れない水草を採集する機会を得た。これは世界的に点々と隔離分布する無地ガモの日本での新発見であり、そのことを自ら正式な学術論文で世界に報告したことで世界的に名を知られるようになる。同年、小沢末氏と結婚し、大学資金のネギ氏に一家を構えた。しかし同年、矢田部教授、 松村つとむさん教授らにより植物学教室の出入りを禁じられ研究の道を断たれてしまった。日本植物史図編の観光も六巻で中断してしまった。失意の牧野はマキシモビッチを頼りロシアに渡って研究を続けようと考えるが1891年にマキシモビッチが死去したことにより実現はしなかった。一旦郷里の高ーに帰郷し、 地元の植物の研究をしたり、西洋音楽会を開き、自ら指導し、時には指揮者として指揮棒を振ったりしていたが、知人らの助力により、駒場の農家大学にて研究を続けることができるようになり、帰京。31歳で、やたべ退任後の帝国大学理科大学の主任教授となった松村に呼び戻される形で助手となったが、その時には成果は、 完全に没落していた。助手の月給で一家を養っていたが、文献購入費などの研究に必要な資金には、こと書いていた。それでも、研究のために必要と思った書籍は、非常に高価なものでもすべて購入するなどしていたため、多額の借金を作り、ついには家賃が払えず、家財道具一切を競売にかけられたこともある。その後、各地で採集しながら、植物の研究を続け、 多数の標本や著作を残していく。ただ、学歴のないことと、大学所蔵文献の使用方法による研究室の人々との圧力もあり、厚遇はされなかった。松村とは、植物の命名などをめぐって対立もしている。1900年から未完に終わった、日本植物史図編の代わりに新しく、大日本植物史を観光する。今回は、慈悲ではなく、 定大から費用が捻出され、東京の大手書店、出版社であった丸善から刊行された。だがこれも、松村の妨害により、4巻で中断してしまった。1926年には、津村順天堂の協力を得て、個人で植物研究雑誌を創刊したが、3号で休刊した。以降は、津村の協力により、編集員生で、現在も刊行されている。 1912年から1939年まで、東京帝国大学理科大学講師。この間、学歴を持たず、権威を理解しない牧野に対し、学内から何度も圧力があったが、結局牧野は定大に必要な人材とされ、女子時代から計47年間、大学に留任している。牧野富太郎母子1927年4月、65歳で東京帝国大学から、 理学博士を受ける。論文の題は、日本植物考察。同年に発見した新種の笹に翌年死去した妻の名を取って、末子笹と名付けた。1940年、退官後、78歳で、研究の集大成である、牧野日本植物図鑑を刊行。この本は、改訂を重ねながら、現在も販売されている。1949年、大腸カタルで、 南既得状態となるも、回復。1950年、日本学士院会員。1951年、未整理のまま自宅に山積みされていた、植物標本約50万点を整理すべく、朝比奈康彦科学研究所所長が中心となって、牧野博士標本保存委員会が組織。文部省から30万円の補助金を得て、翌年にかけて標本整理が行われた。 同年設立された文化功労者第1回の対象者となる。1953年91歳で東京都名誉都民。1954年頃から病気がちになり病で寝込むことが多くなった。1956年植物学90年牧野富田老子助伝を観光。同年12月、京里の高知県佐川町の名誉町民。 同じく同年、高知県に、牧野植物園が設立されることが決定された。1957年、94歳で死去。没53位に上され、君に当局日、茂光明と文化勲章を授与された。墓所は、東京都台東区谷中の天王寺。郷里の佐川町にも分骨されている。高知県立、牧野植物園、牧野富太郎記念館。 本館1958年4月、高知県高知市五大山に、高知県立、牧野植物園が開園した。富太郎は1883年、第二海内国環業博覧会見学のため、上京し、その際、文部省博物局を訪ね、田中義夫と、小野常正に、小石川植物園を案内してもらっている。まだ無名の富太郎が、3年後に、 コーネル大学に留学した、東京大学理学部植物学教室の誇り高き、教授、矢田部良吉の許しを得て、この教室に出入りできるようになったのは、田中義夫と田中の死である、伊藤圭介の力があった。博物館行政や多くの環業職さんに貢献し、後に、貴族院議員になった田中と富太郎は、本の貸し借りをするなど親しく交友があり、 それは24歳年上の田中が亡くなるまで続いた。富太郎は1916年12月、生活区から収集した植物標本10万点を海外の研究所に売ることを決断する。富太郎の休場を知った渡辺中吾は、東京朝日新聞に、特学者の困窮を顧みず、国家的資料が流出することがあれば国上区であるとの記事を書き、 大阪朝日新聞がこれを転載した。記事は反響を呼び、神戸から二人の特殊家が現れた。数とは、久原久之助、もう一人が20歳の京都帝国大学生の池永武氏であった。12月21日、富太郎は、ジュエイシップ人と共に神戸に向かう。うは父、池町通りの遺産の中から3万円で標本を買い取り、 改めて富太郎に寄贈しようと申し出た。感激した富太郎はこの申し出をこじ、標本は、梅雨が建てた池町会館に所蔵されることになり、会館は池町植物研究所と解消される。これで富太郎は、困窮時代の危機を脱することになる。また、もうは富太郎にその後も研究費を援助する。命名は2500種以上とされる。 自らの新種発見も600種余りとされる。和名については、ワルナスビアのボロギクのような、当該植物種の性質を短い言葉でうまく言い表しているものも、ある一方で、ハキダメギクなど発見場所をつけただけの命名もある。犬のふぐりのように意味を考えると、少々ハレンチなものもあるが、この植物の場合、元は、和歌山県における同種の方言から取ったものではある。 亡き妻の名を冠した末子座差のエピソードはよく知られているが、富太郎のこうした学問の倍外の市場を挟んだ件名は例外的であった。マルバ万年草の学名には、ロシアの植物学者マキシモビッチにより、マキノの名が盛り込まれている。また、生き別れになった愛人、オタキを忍んでアジサイにハイドーレインジャマクリフラシーブ、バリエーション、オタクサの学名を命名したシーボルトについて、 おたくさの由来を、シーボルトは日本での地方名だと著書に述べていたものが、事実に反し、おタキに、懸命したものであることを突き止めたのも、富太郎である。牧野は、植物の学名で命名者を示す場合に、牧野富太郎を示すのに使われる。1953年2009年の映画、黄金家で富太郎をモデルにした、牧老人を原田義雄が演じた。ありがとうございます。